れたガルゴ、生きることは学ぶこと、そして愛することだ。この名言はスクリーン上の神秘的な美しさとして知られ、彼女の人生そのものが芸術作品であった伝説的な女優グレタ・ガルゴの哲学を映し出しています。我々がこの地球上で呼吸をし、感じ、愛するたびに私たちは生きているという実感を深めることができるのです。生命は静かな川のようなもので、我々はそのエネルギーを伝え、学び、成長し、そして最も大切なことは愛する能力を育むことです。ガルゴはかつて、人生で必要なのは勇敢さと想像力、そして少しのお金と言いました。これは物質的な豊かさよりも内面の富と精神的な勇気を重視する彼女の人生観を反映しています。もし私たちは学ぶことに情熱を燃やし、愛を追求し、勇気を持って歩みを進めるならば、我々は自分自身の可能性を最大限に発揮し、確固たる足跡をこの世界に残すことができます。覚えておいてください。私たちの旅は一人一人異なり、比較に価値はありません。ガルゴが教えてくれるように、各々自身の舞台で輝き、それぞれの役割を成し遂げましょう。柔軟であれ、リスクを恐れず、常に新たな発見のために自分の心を開いてください。生きることは終わりのない学びであり、愛はその過程を彩る最も美しい色です。なので、我々の毎日を大胆に、そして被写体の前に立つ偉大な女優の姿勢で生きていきましょう。些細な悩みに心を奪われることなく、目の前の課題に真摯に向き合いながら愛を持って接し、私たちの周りには無数の学びと成長の機会が広がっていることを忘れずに、ガルゴの言葉を示すように、生きることそれ自体が究極の冒険であり、私たちが熱心に追い求める愛の物語なの。